リングの方の照明をお願いいたします。さて館内は試合の合間、これより消毒作業、そしてリング調整に入ります。今日は休憩はありません。この試合の合間に念入りな消毒が行われています。さて佐久間さん、改めてこの GH 二大選手権、はい、スティンガーが2連勝という結果、これちょっともトラーテルズの今後は気になりますよね。そうですね、まあ、やっぱこうスティンガーとしては早田を補強するというのは狙い通りのものであって、元ラーテルズ勢としては人が抜けてしまったっていうのは想定外なものだったということで、戦力的に言うと人数は 3-3 なんですけど、まあ、求めてこう戦力を獲得した方と失った方だったので、そこの部分の戦力差っていうのがやっぱり現れてしまったかなという印象ですよね。ですね、はい、それとやはりこのモチベーションの差みたいのも、うん、まあ、わずかではありますがあったかもしれませんよね。そうですね、やっぱりこうね、新しくこうチームをね作り上げていこうという勢いがラスティンガーの方にやっぱありましたね、はい。さあ大会はこれからメインイベント、早くも第5試合メインイベントを迎えます。メインイベントは塩崎剛率いるのは本体が中心のチーム対剣を率いる金剛の12人タッグマッチということになります。さあまだ念入りな消毒が行われております。それでは試合を再開いたします。いよいよメインイベントが始まります。体制に歯向かい、己の信念に従って行動する反骨集団金剛、新メンバーに曽谷学を迎え、今こそ飛躍の時、内に秘めた大きな野望、このリングを輝かせるという願望、そしてそれを叶える鉄の意志と固い絆、箱舟に革命を、反骨集団金剛フルメンバーで登場であります。真紅の軍団6人の侍が出陣です。金剛235番の稲村義樹、まずは背中に金剛の二文字、稲村義樹、そして生まれ変わりました金剛ジュニア仁王、そして覇王であります。出ました、新加入の曽谷学、蘇った獄門記正木久宮、金剛の門番です。中央に立つのは時代をかけるカリスマ剣豪、6人が並び立つ一つの目標に向かって6人がリングを踏みしめる、固く握りしめたこの拳で時代をつかむメインイベント、まず金剛がリングインです。昨日の後楽園大会から観客ありの大会を4ヶ月ぶりに再開したノア、この4ヶ月はファンがいる当たり前の光景が当たり前ではなかったことに気づく4ヶ月でした。塩崎の言葉、 I am Noah We are Noah を胸に、今こそファンと一緒に箱舟は未来へ進んでいきます。ファンは声の代わりに拍手で気持ちを表します。でもそれは必ず伝わる、この美しい拍手の響きはプロレスラーの明日を生きる力となる。最後200番の小峠敦ジュニアの新ユニットフルスロットル、エンジン全開、やる気全開、小峠敦、大原はじめ、同じくフルスロットルで再出発、大原はじめ、230番の谷口周平、迷いながら覚醒への道を行きます谷口周平。箱舟の救世主清宮海斗、さあそしてアクシスのコスチュームです。今日は塩崎中島がアクシス仕様のガウンを羽織っています。赤いベルトが輝いています。自粛期間中に杉浦隆からGHC ナショナルベルトを奪いました中島勝彦が颯爽とリプライを伺います。中島勝彦、第2代 GHC ナショナルチャンピオン中
GH ヘビー級チャンピオン240パンド塩崎ゴー。この男がノア第33代 GH ヘビー級王者、アイアムノア塩崎ゴーです。レフェリー中山慎一。GHC 王者塩崎率いるチームと剣豪を率いる混合の12人タッグマッチメインイベントです。さてここからは小橋健太さんにも、ゲストに加わっていただきます。小橋さん、はい、この12人タッグというのは非常に珍しいですよね。ちょっとこれバトルロイヤルみたいですね。はい、そうですね。大変な戦いになりそうであります。ここで小橋さん目立つのはちょっと難しいかもしれませんけれどもね。いや、この中で目指さないと本物じゃないです、そういうことですよね、はい。おっと先発を谷口が買って出ました。赤コーナーサイド、青コーナー混合は曽谷が出ます。ゴングだと、いきなりぶつかり合っていきました。曽谷と谷口であります。曽谷は4月に活動を休止したレッスルワンからノアにやってきました。キャリア13年35歳、全日本の世界タッグ王座3回、アジアタッグ2回、シングルでは大日本プロレスのストロングヘビーレッスルワンチャンピオンシップ獲得という非常に実績のある選手であります。小橋さん、この曽谷の印象というのはいかがですか。大きいですね、でこの間あの GH ナショナル挑戦者、はい、優勝して、はい、チャレンジして敗れましたけど、そうですね、チャレンジしましたからね、はい、なかなかのやっぱ実力者ですね、はいはい。しかし谷口が曽谷に対してボディスラム、そしてショルダータックルです。小林さん、谷口いつも気にかけておられますけれどもいかがでしょう。はい、僕あのナショナル王座挑戦者決定戦のトーナメント、はい、谷口か米、はい、2人優勝してほしかったですね、どっちか。でどっちも 決勝にも行ってない。そうですね、もう期待を裏切られ続けてますよ。ちょっと歯がゆさがねあるかもしれませんが、まあ谷口もマイバッハ谷口から谷口周平に回帰して1年余りが経ちました。まあ今ノアは流れが早いので、なおさらこの小林さん自分から動いていかないといけませんよね。そうです、こういった曽谷学といった同じようなタイプの新戦力も入ってきております。おっと覇王が自ら志願するようにタッチしました。覇王が入ります。覇王は 7.24 後楽園大会、まあ、この 7.24 後楽園大会は混合興行として行われるわけなんですが、剣王とのシングルマッチを直訴しましてそれが決定しております。まあ、佐久間さん、はい、覇王もですね、このノアに来て半年余り、非常にこの最近勝負に対して貪欲ですよね。はい、そうですね、あの、まあ、ジュニアに、ね、いろんなメンバーが参戦してきている中ですけど、はい、この、ね、覇王の戦いぶりっていうのが今非常に評価されてきてますよ ね、 そ う、 ですね、はい。まあ、そういったこともあってね、剣王との戦いというのもかなり注目が集まってますね。おっとどこもいい動きを見せてきたのは覇王であります。ヘッドシュタース、ドルバタを見せました。そしてドロップキックです。覇王はキャリア15年あります、34歳。去年この 2AW を退団しまして、前の団体の退団しまして、全てを捨ててノアにやってきました。おっと大原がケルラドラコンヒーローです。一方の大原は小峠と組んで5月に元レッスルワンの吉岡と共闘、フルスロットルというユニットを結成しました。フルスロットルは今リーダー問題で揉めていましたが、まあいい加減はっきりさせようとリーダーを決める3人の巴戦がこの後行われることになりました。まあ佐久間さん、はい、フルスロットルジュニアの新しい流れを作っていくことが期待されてますよね。そうですね、やっぱりね、こう小峠もスティンガーを離れてというところで、はい、まあ、杉浦軍の中ではね、なかなか力を発揮できていなかった大原もこの自分たちのユニットでというところ で、ね、まあ、やっぱりそれぞれの、ね、もう目指すものっていうのがありますから、それをね、力を結集してジュニアで存在感を出していきたいですよね。フルスロットルの合体フェイスクラッシャーが飛び出しました。小峠敦であります。さあこの小峠がまた弾け始めております。小橋さん、はい、このフルスロットルになっての小峠敦というのは、はい、小橋さんどういう目、小橋さんの目がどう映ってますか。前に以前小峠にもっと振り切れと、はい、言ったことがあって、おっしゃってましたね、はい、
もうやりたいようにやればいいんです。そうですね、もう失うものは何もないです、自分をリングでどれだけ倒せるか、まあ、彼の場合は本当小林さんおっしゃるように伸び伸びやった方がいいかもしれませんよね、まあ、一時革命マントスプラッシュ革命マントキャラもありましたけれども、まあ、その時のようなねこの弾けっぷりが戻ってきましたよね。そうですね、もう弾けりゃいいんです。そうですね、人生一度なんですから。そうですね、おっしゃるようです。さあ何かに吹っ切れたかのように小峠敦史フルスロットルで躍動しております。思えばこの小峠敦史も元はこの混合の一人に名を連ねておりました。そこからジュニアに回帰しスティンガーに加入、いろいろあってのこのフルスロットル。さあここで混合の6人が動き出しました。6人フルメンバーで出場しております。赤い軍団が動き出す。小峠に狙いを定めていく。おっと混合得意のこの順番のエルボードロップ。6人がさあ隙間なくエルボードロップを投下していく。小峠これは止まらない。小峠が捕まっています。混合の鉄の結束。まあ、チーム力では佐久間さんもう混合ですよね、はい、ここはね。そうですね、やっぱりこう連携も非常にスムーズですしね、そういったところがやっぱ赤コーナーサイドとはねまた違う部分になりますよね、個々の戦力でいうと赤コーナーもチャンピオンがいますから十分なんですけど、ただそのあたりをこの6人ずつの乱れた戦いでねどういう風になってくるか、やっぱり今のところは混合の方がいいペースで進めてますよね。覇王と仁王が流れるような連携を見せています。塩崎サイドは塩崎中島のアクシスと清宮谷口のアンチェインズ、そして小峠大原のフルスロットルという布陣です。対する混合は6人フルメンバー剣王を中心に固い結束を誇ります。さあ稲村良樹が入りました。ノア生え抜きヘビー級の若手であります。デビュー1年10ヶ月の稲村良樹、若手ながら存在感が増してきています。 7.24 後楽園大会では望月正明との一騎打ちが決まっております。稲村良樹、小林さん、はい、稲村良樹がこういい形で成長してきましたよね。そうですね、体もでかくなってきてますし、もうなんか貫禄も出てきてますよね。そうですね、まだあのキャリア2年いってないんですけれどもね、はい、なんかこの雰囲気も含めて稲村がすごい感じになってきましたよね。いやそうですね、やっぱりこうね一戦ごとに力をつけてきているというのもね非常に分かるんですよね。あので大きくなれるのも才能だってやっぱり言いますけど、いっぱい食べてトレーニングして体が大きくなるというのはやっぱりこれ才能ですよね。才能ですか、はい、おっとザ・タフの2人、タッグチームザ・タフの2人がアウト。フォーラーウィスラム2人でホールアウェイスラムです。凄まじいパワー、北宮稲村組ザ・タフであります。稲村は今体重は115キロに増えたそうです、そしてまさ北宮、こちらもとんでもないパワーの持ち主であります。混合はまさ北宮稲村良樹曽山学という3人のブルファイターを擁しています。先頭は安楽です。小林さん、今後はまだこの GAC のベルトを取っていないというのはちょっと不思議なくらいですよね。そうですね、まあそれぐらいこうノアの中で中心的なチームになってきますよね。そうですね、おっとまたここは今後が連動していきます。北宮がコブラツイストで小峠を捉えている。分断作戦に出ています。12人タッグマッチ。でも曽谷学が、混合に入っていい刺激になってるのがすごいですよね。この曽谷学の刺激、これは当然この同門の北宮も受けていることでしょう。北宮が一番受けてますよね。そうかもしれませんよね、北宮は6月のナショナル王座のトーナメントでは決勝で曽谷に敗退しました。この同門の末に負けたくないという気持ちも心の中ではあるでしょう。北宮は
7.24 後楽園では同じ88年生まれのレッスルワンから来た稲葉大輝と一騎打ちが決まっています。まあ、佐久間さん、稲葉大輝も今ノアのリングに上がってきてるんですよね。そうですね、まあ、今度ね、まあ、清宮とのタッグっていうのもね、お二人で動き始めましたし、まあ、稲葉としてもね、どんどん存在感を上げていきたいですけど、新しい選手がどんどん入ってくるということは、自分の居場所を守らなければいけないので、北宮はね、もう絶対にこれ負けられない戦いになりますよね。観客を開けてソーシャルディスタンスを保って大会が進められています。後楽園ホールです。さあ清宮海斗が入ります。清宮は昨日の後楽園では前回圧倒された武藤敬司と2度目のタッグ対決、もっとあなたの領域に踏み込みたいと 8.10 横浜分隊で一騎打ちを要求しました。それが決定しています。佐久間さん、武藤対清宮が 8.10 横浜分隊で実現するんですよね。うん、そうですね、まあ、初めはね、横に立つところからスタートし、はい、アピールで常に一騎打ちというところまでこぎつけましたけど、はい、武藤敬司の世界を崩すというのは本当に大変なことですから、まあ、彼にとってはね、どんな結果になるにしろ大きな経験にはなりますよね。そうですね、はい、あっとミサイルキック、まさきタミヤ、まさきタミヤ仁王立ちです。10分が過ぎましたメインイベント、ドロップキック、これは決まりません。北宮が先頭、おっと先頭膝で撃墜しました。清宮海斗もよく見ています。ショルダータックル、おっとこの圧力では正木北宮、北宮が勝りました。そして剣王が入ります。剣王は清宮海斗、この清宮海斗に敗れた去年11月の両国大会以降、およそ8ヶ月ベルトに絡んでいません。佐久間さん、はい、剣王もそろそろベルトというね、ところでしょうね。そうですね、当然それはありますよね。まあ、タッグリーグ戦でもね、北宮とのコンビ、混合最強コンビで出ていながらやっぱ優勝できなかったというところもありますしね、シングルのタイトル戦線に今絡める状況がなかなかないので、まあ、今日はね、対戦相手のコーナーに塩崎、中島というチャンピオンもいますし、何らかの形のこう爪痕を残したいですよね。そうですね。ドロップキック、いいドロップキックだね。小林さん、高かったですね、今ね。い高い、タイミングも絶妙でした。清宮海斗、24歳にこの7月になりました。まだまだ進化が続いています。そして中島克彦に入ってくる。中島克彦は5月に杉浦隆から GHC ナショナル王座を奪取しました。さあ、シャッタータイム、シャッタータイムが始まっています。中島はこの赤いベルト、ここまで井上雅夫、瀬谷学を破りまして2度の防衛に成功しています。佐久間さん、はい、この杉浦のイメージがついたナショナル王座をですね、すぐにこの自分の色に変えて見せた感がありますよね。はい、いや、そうですね、やっぱりこうね、自分らしい防衛戦というのを見せていますよね。はい、トーナメントの呼びかけというのもそうですし、それによって、まあ、いろんな試合が見られましてね、誰の挑戦でも受けるということで、ヘビーとジュニアのね、入り乱れたトーナメントが行われたことにより、すごい面白い顔合わせが実現し、その勝ち上がってきたチャレンジャーをね、はい、チャンピオンらしく堂々と受け止めてというところで、まあ、中島克彦の今の勢いを象徴するベルトになっていますよね。ナショナル戦線もノアの戦いが詰まっています。まあ、小林さん、はい、このパートナーの塩崎が持つ GHC ヘビーのベルトに負けたくないという思いも中島あるんじゃないでしょうか。それが一番強いんじゃないですか。そうですかね、やっぱりその GHC ヘビーっていうのはもうノアの象徴ですから、はい、それにやっぱりそのナショナル王座が挑んでいくという形ですよ ね、 そうですね、チャンピオン同士のこの争いというのもありますよね。はい、いくらチームであってもやっぱりそのベルトの価値はやっぱり巻いた人間の、はいはい、あ、そうですね、大きさによって、はい、変わってきますから、輝きも変わってきますからね。はい、この GHC の赤いベルトが中島が持つことによって輝いてきました。はい、あ、中島のキックです。さあ、ご覧のように今 GHC 日本のベルト、シングルの2大ベルトと申し上げているでしょう。 GHC ヘビーと GHC ナショナル、この2本を持っているのは塩崎中島のアクシスであります。おっと、中島剣王のキック合戦が始まった。剣王は2
日本拳法のキック、そして中島は空手仕込み、2人のキックがすごいこのリズムを奏でている。ファンが拍手でこのキックに合わせていく。すごいキック合戦。でもこのね、7月のこの時期に激しい打撃の打ち合いといいますと、15年前7月18日のね、小林さんと源氏さんの戦いを思い出しますよね、どうしても今から15年前の7月18日東京ドームで行われましたノアのドーム大会、ここでもう初対決でした佐々木健介対小林健太の凄まじいこの逆水平合戦。もう小林さん15年経ちますが、そうですね、まあ、あの時のことは未だにやっぱり覚えてますね。そうですか、はい、いやもうファンは絶対に忘れられないこの試合でしたけれども、小林さんの脳裏にも焼き付いている。その一戦からもう15年が経ちます。しかしまだノアは続いています。今年20周年を迎える。いや混合の連携素晴らしいですね。混合がさあ剣王が変形のファルコンアロー、やはりチームの力で佐久間さん混合が押してますね、はい、いやそうですね、やっぱりこう流れを何度こう作ってますからね。おお、覇王が止めついしてた。試合は15分が過ぎました。やっぱりいい展開を作ってますよね。中島勝彦を孤立させた剣王、剣王が躍動する希望、ナショナル王座を仕留めるか、ナショナル王者を仕留めるか。お、剣王が一気に勝負に出ます。中島勝彦大の字、そこめがけてトップロープから PFS、中島かわしました。剣王も着地しているドロップトーホールド、顔面蹴り上げる。中島勝彦は息を吹き返してバックドロップ、ひねりの効いたバックドロップと先ほどのお返し。中島勝彦ランニングローキックです。やはりそう簡単には仕留めることはできません。この中島対剣王というシングルマッチがあれば面白いですね。いやこれは見たいですね。まあ、今中島は GHC のナショナル王座を持っている、そういうタイミング、剣王もここで勝てばベルトへのこの色気というのも出てくるでしょう。おっとスピンキック、速いキックだ。中島トラスキック持ち上げた、バーッバーティカルスパイク、しかしカバーに行きません。お聞きくださいこの拍手、聖地にノアが戻ってきました。なんかいいですね、やっぱりこういう手拍子。そうですね、なんかこう手拍子の響きがすごく心地いいですよね。稲村がその手拍子を切り裂くかのように気合を入れて入ってくる。おっと GHC 王者を一発で倒しました。稲村芳樹、成長は止まりません。塩崎が入っています。塩崎は GH ヘビー級チャンピオン、ここまで2度の防衛に成功、3月に藤田、6月に斉藤昭俊と共に無観客大会で防衛しました。佐久間さん、塩崎ですが、それぞれこのテーマのある防衛戦が2試合続きましたよね。はい、そうですね、それをねしっかり乗り越えて王者らしい戦いを見せていく、その中で今度の8月20周年の日に、うん、ノアの象徴と戦うわけですから、はい、まあ、本当に重たい試合が続きますけど ね、 それを乗り越えるごとに、まあ、本当の意味でのチャンピオンになっているなという感じがしますよね。昨日の後楽園では武藤と丸藤とタッグで対戦、丸藤に敗れまして 8.5 後楽園 GH ヘビー級選手権が決定しました。スプラッシュマウントを狙います稲村、塩崎はこらえています。ここでつまずくわけにはいきません。丸藤とのタイトルマッチが控えている塩崎です。ローリングしての毛先にチョップ、お稲村が肉薄していく、おっと組んでベリトゥベリー、稲村が投げました。いや小林さん、はい、稲村これあるいは GH ヘビーもこれ挑戦いけるんじゃないでしょうかね。そうですね、シングルも狙っていってほしいですね、はい、それほど実力をつけてきた。わあ、そしてぶっ放していった、ぶちかましていきました。
ここで GHC のヘビー級チャンピオンを仕留めるようなことがあればコンテンダーに一気に浮上してきます。いけるか、軽々と持ち上げたスプラッシュマウンテンの体勢、塩崎はこらえました。しかし無駄痛にハンマーのようなフォーアーム、フォーアームパンチです。塩崎上げていったゴフラッシャー、塩崎もパワーがあります。まあ塩崎も小橋さんのまあ愛弟子ですけれども、はい、どうでしょう、 GH 王者としていいチャンピオンになってきたような気がするんですが、そうですね、防衛を重ねるたびにですね、まあ、いい試合をしてなんかこうチャンピオンらしくなってきたと、あ、そうですか、思いますね、うわ、あ、そしてアクシスの、まあ、ただこれからですよ、これからですか、これからどんな防衛をしていくか、まずは丸口との、そうですね、防衛戦、はい、非常に楽しみです。さあアクシスが合体攻撃を連発する、エンドレスラブから非常に、おっと剣豪がフットスタンプでカットします。中島には輪廻、20分が過ぎたあたりで非常にこの選手たちが激しくなってきました、攻撃激しくなってきた、おっとスピアー、ソヤがスピアー、谷口に対してスピアーを突き刺していきました。試合の権利があるのは塩崎と稲村です。12人タッグマッチメイン戦、お客さんが見つめる中、さあ2人がぶつかり合っていった、稲村真っ向勝負を挑んでいく、おっと打ち勝っています、自衛士王者に打ち勝っている稲村芳樹、かわした、ショーグレットラリアット、おーすごい勢いだ、小橋さんラリアットいかがでしょう。あ、いいですよ、今の良かったです。はい、そしてもう一発とどめの剛腕うなる、スリー入りました。チャンピオンの貫禄を見せています。稲村芳樹を沈めました。いや佐久間さん、はい、ラリアット2発、はい、さすがのラリアットでしたね。いや、そうですね、体重が乗ったいいパン、いい一撃でしたね、はい、はい、まだ場外では乱闘は続いています。勝ったのは塩崎剛、12人タッグマッチ、大変な戦いになりました。最後に勝ったのは塩崎剛でありました。小橋さんいかがでしたか。いや、はい、本当に剛のチャンピオンとしての自覚がしっかり出てきてますね。自覚、はいはい、チャンピオンとしての自覚、それは最近の塩崎剛の発言にも表れております。昨日は丸藤直美氏に不覚を喫しました。さあ金剛が引き上げていきます。しかし稲村芳樹が素晴らしい成長を見せた、そんな一戦でもありました。剣王、剣王、おいおい剣王待てよ。有観客でやれて俺も幸せだし、お前も楽しいだろうなあ、久々のこの空気。それでだ、お前も最近くすぶってるからさ、どうだこのベルト欲しくないか。一応聞いておこう、欲しいか欲しくないか、イエスかノーかで答えてくれよ。中島勝彦の呼びかけ、剣王はどうするか。おい帰るなよ、久々に来てくれたホーミーズたちが悲しむぞ。一旦キリスを返した剣王がまた向き直りました。こっちに来いよ、ほら、チャンピオンからの逆指名。さあ剣王はこの表情を崩しません。久々にお前のマイクが聞きたいらしいぞ、ついでに答えもよろしくな。逆
役指名された剣王の答えは、おい中島勝彦、うん、このベルトに誰も挑戦していないからってな、おい俺の名前を出すのか、お前の持ってるこの赤いベルトに魅力がないからみんな挑戦しねえんだよ。赤いベルトがかわいそうだな。元はというと、このベルトは会社、いや親会社、いや元親会社の これは喋ってないから OK だぞ。リゼットエンターテインメントが作ったベルトだ。おいそんなのな、欲しいに決まってるだろ。そしてこのベルトがかわいそうにさせるなよ。おい8月4日ここ後楽園ホールでこのかわいそうなベルトをダイヤモンドのように輝かしてやるからな。おいどういうことかわかるか。8月4日俺がこのベルトを奪うからな。GAC ナショナル選手権中島対剣王、8月4日後楽園ホール大会を剣王が指定しました。小橋さん、これは楽しみですね。楽しみですね、まさかさっき言ってたことが、ね、実現するとはね。実現とは、俺と剣王でこのナショナルベルトをかけて勝負だ。郷さんごめん、長いこと喋っちゃった。最後、郷さん、いい、ね、話しづらいね。みんなお久しぶりです。本当にね、こうやって前後2席空いてる中ですけど、こうやってみんなと会えて、みんなと会えて、みんなの前で試合ができて本当に感動してます。みんなありがとう。そう、これからプロレスリングのは自粛中も止まらなかったように、これからどんどん前に前に進んでいきます。そのプロレスリングノアにみんなついてきてください。そう、プロレスリングノア、プロレスリングノア、俺だ、アイアムノア。よし、みんな行こう、ウィーアーノア行くよ。あ、そう、喋れないから、 OK、 喋れないから、心の声でみんな叫んでくれ。いくぞ、 We are Noah。 塩崎豪の目に光るものが見えました。そして最後は笑顔でお客さんの心の声で We are Noah を昇華いたしました。さあ小林さん、はい、この塩崎はじめ選手たちのですね、このファンの前で戦える喜びが非常に伝わってきましたね。そうですね、あ、僕も嬉しいです。こういう、あ、みんなの試合をファンのみんなの前でやってほしかったので、はい、
僕も嬉しいです。そうですね。